米沢市は山形県の大玉地方に位置する市。大玉地方最大の都市で県内人口は第4位。山形県大玉総合市長の所在地で上杉市の城下町として知られる。地域は南大玉郡の大半及び東沖玉郡の一部を加えた範囲に及ぶ。南部及び東部は広い山地に囲まれた盆地で一般的には米沢盆地と呼ばれている。 市南部はいくつもの川が刻まれ、尾根筋と谷筋が、東西交互に並んだ、複雑な地形である。明治時代まで米沢と合図を結ぶメインルートであった、旧米沢街道は、県境越えのひばる峠までの市内に船坂峠、津垣峠の二つの峠がある。南端の東連邦一帯はバンダイ、旭国立公園となっており、天元大スキー場や立子国際スキー場がある。 市街地は、市の中北部にあり、もがみ川の西岸の米沢城市付近に集中している。1976年撮影の米沢市、中心部周辺の空中写真。市街地の東にもがみ川を挟んで、米沢駅。市街地のほぼ中央に見える方形は、米沢城。その西北西に見える、長方形の緑地は、上杉家病所である。 城下町の街路形状が残る。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。四季の変化に富み、日本海側気候の盆地特有の気候を示しており、夏は、夏日、真夏日となる日が多いが、日中は暑くても朝晩は涼しくなり、熱帯夜にはならない。冬は1日中氷点下の真冬日となる日も多い。 零下10度を下回る日も珍しくなく、1978年2月17日には、零下18.2度を観測しているなど、寒さが厳しい。米沢市の気象観測地点の標高は245メートル。一方、福島市の福島地方気象台の標高は67メートルと、標高差は178メートルほどしかない。 両市中心街の距離は4 0トル弱しか離れていないが、太平洋側気候の福島市とは気候に非常に大きな違いがあり、冬季の冷え込み、新冬日日数、熱帯夜、日数、積雪量などで非常に大きな差がある。日本海越えの季節風の影響により冬には最新積雪が1メートルを超える年もあり、全国でも有数の豪雪地帯の一つとなっており、 特別豪雪地帯に指定されているが、気候を利用した果物の栽培が盛んな地域でもある。極地球では国南部にあり、鎌倉時代は長井市の領地、室町時代初期から伊達市の領地となった。戦国時代に伊達市の本拠地となる。独眼竜こと伊達正宗は米沢城で生まれ、豊富政権下で岩出山城へ違法となるまで米沢を支配した。 関ヶ原の戦いで西軍が敗れた結果、合津地方を支配していた上杉影勝は徳川家康に降伏し、元邦の上北隣の米沢へ移された。以後、江戸時代から明治の廃藩地県までは米沢藩上杉氏の城下町となった。上杉氏の旧本拠地春日山城があった上越市との関係が深い。豊臣政権下で上杉影勝が、 福島城下を領地にしていたことや、江戸時代に年貢米や物資の運搬のため米沢藩米蔵が福島城下に多く立ち並んでいたことから福島市との関係も深い。年表行政区域の変遷米沢盆地南部、米沢市街周辺空撮市中央部、中央上部の白い建屋が市役所米沢市の米の地を図案化し、末広で構成したものである。 制定は文献によっては1919 19年5月19日の米沢大火で米沢市役所を全焼し文書等を類承したために不詳であったが都市の紋章一名自治体の起承によると1908年9月3日に一般公募によって制定されたことがわかる。江戸時代から続く産業として繊維産業が盛んで米沢織と呼ばれる。米沢紬と呼ばれる紬も 周辺町村と合わせて生産される。明治時代には米沢高等工業学校が置かれ、大正時代には同学校教授新一さんによって帝国人造機の糸株式会社が起こった。後に工場用地、用水の問題から米沢工場は廃止されている。1949年、米沢高等工業学校は山形大学工学部と改装されるが、工学部は 米沢キャンパスとして、現在も米沢に拠点を置いている。リンゴ、米沢牛、食用の鯉を、米沢の味 ABC として PR している。伝統野菜として、雪菜が栽培されている。雪国で冬でも育つ野菜として、米沢藩主、上杉鷹山が栽培を奨励したと伝わる。米沢味の ABC。 米沢の特産品を分かりやすく宣伝するために、考案された。工業出荷額は7331億円で、東北地方4位。観光業については口実。本社が、米沢市米沢市に、工場、事業所が所在を沢市に、本店、支店、出張所等の窓口を置く預貯金、取扱金融機関は以下の通り。参考。 姉妹都市の一米沢藩の藩校として1697年に設置された工場館は現在の山形県立米沢工場館高等学校として伝統を受け継いでいる。上杉家歴代の中でも過疎献診と中高の素養山は特に検証され、全小学校の行動には参考画像と同じ肖像画を掲げ教育が行われる。また、 山形大学の工学部は、1910年設立の、米沢高等工業学校を前身とする。上杉謙信、溶山の肖像が中心となる駅、米沢駅観光客誘致に力を入れており、米沢出身、または縁がある著名人に、お少子な観光大使を移植している。旧米沢高等工業学校本館園、山形大学工学部は妻三福の、 白馬の騎士2010年5月参照、城下町ふらり歴史探訪2008年12月、市南部の南原地区内の対肥製造事業所と養豚事業所が原因とされる悪臭が市街地まで達し、多くの苦情が発生した。このため、米沢市議会に特別委員会が設置された。2014年3月時点で苦情はほぼない状態となっており、特別委員会では解決まで、 あと一歩と報告されている。しかし、隣接する住宅への悪臭は未まだ解決されていないため、現在は、対比製造事業所の業態転換と、養豚事業所の移転実現へ向けた首都圏の支援と、指導が続いている。ありがとうございます。